国語教育とは、その国における主要な言語についての教育活動、内容などの総称。本項目では、主として、日本における教科、国語に、関連のある理論、実践、歴史などについて取り扱う。現在の学校教育における教科、国語自体については、国語を参照。日本において、国語教育という用語は、通常に本人になされる。 日本語の教育を指す。日本以外の国においても、その国の国語の教育は当然存在するが、それを国語教育と呼ぶことはほとんどない。例えば、アメリカやイギリスでは、英語の教育は、イングリッシュエデュケーションと呼ばれる。他方、日本の国語教育に相当する英訳、ジャパニーズエデュケーションは直訳すれば、日本語教育となるが、この用語は、主として、 日本人以外に対して行われる日本語の教育を指すものである。なお、国語教育の中で特定の領域について考えるときには漢字教育、文学教育などと細分化される場合がある。また、国語教育全般を取り扱う研究分野は、国語教育学と呼ばれ、教育学の一分野として位置づけられる。日本の学校教育においては、教科、国語において、 読むかく聞く話すといった日本語に関する技能や言語感覚の育成を目的にして教育がなされる。とりわけ、低学年の頃には漢字や語彙の学習とともに音読に力が置かれ、学年が上がるにつれて文学鑑賞の比重が高くなる傾向にある。中学校以降は古典文学も登場し、それらを読む能力を養うことが含まれるようになる。 平成20年改定の小学校、学習指導要領により、平成23年度から小学校においても古典教材を扱うことになった。そこでは、伝統的な言語文化に触れることが重要であると、されている。日本における、従来の国語教育は、近現代文学は、文学的な教材の読解、古典文学は暗記重視。 文学鑑賞などの受け身の授業が多いなどの批判があり、契約書やマニュアルなど、論理的な文書の読解を科目として新設することも計画されている。近年行われた国際的な学力調査において、日本の子供の読解力が数学、理科の学力に比べ国際的な順位が低く、また低下傾向にあるという結果が明らかとなった。 現代の国語教育における主要な課題の一つであるとともに出版業界における活字離れにも影響すると言われている。ただし PISA が測定する読解力は国語教育が目指すそれとは性格が異なるとする見解もある。詳しくは学力低下、読解を参照。また、上記のほか、敬語を中心とした若者の言葉遣い。 コミュニケーションやプレゼンテーションにおける能力、大学生の論文作成能力など、リテラシーに関する数多くの能力の不足が問題視される傾向にあり、これらも国語教育における課題となっている。日本で中学校、高等学校、国語の免許を取得する際には、教育職員免許法施行規則第4条及び第五条に基づき、次の内容を含む科目を、 規定単位数以上履修する必要がある。2010年現在、中学校、高等学校、国語の免許は、多くの教員養成系、人文科学系の大学、学部で取得可能である。このほか第6条第4欄に規定されている、各教科の指導法として、国語の指導法を履修する必要がある。日本語における作文や、読書などの指導法は、 この領域で取り扱われる。なお、国語担当の教師には、評論文読会などの場面で、幅広い教養が求められるが、所属する学部、専攻の関係上人文科学分野に特化しがちで、ある。また最近では、国語の目標において、話すが重視されるようになっており、近年の国語の教科書では、ディベートや討論、プレゼンテーションなどに関する記述も見られ、 これらを指導する能力も求められる。ただしこれらは、教科専門というよりは、教職専門で取り扱われる内容であるため、国語の教員免許を取得したからといって必ずしも、専門的な教育を受けていない点に注意が必要である。高校新指導要領の国語、古典化師と、危機感、日本学術会議から、教育新聞、教育職員免許法施行規則大市場。 E ガブ法令検索。総務省行政管理局。2019年12月30日閲覧。及び、第5条。文部科学省、中学校、高等学校教員の免許資格を取得することのできる大学及び、私立大学通信教育協会、取得できる、教員免許上一覧国語学者、国文学者教育者、教育学者塾講師。 ありがとうございます。